どうも、ピチピッチーナテクタンと申します。ドラゴンクエスト6実況プレイパート、なんちゃら始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ちょっとね、編集でパート数がわかるまではパートなんちゃらでいきたいと思います。はい。ということで、前回モンストロにね、到着し、そして、アモスとね、ここで戦いました。で、ここの家のおばあちゃんに、北の山にある、理性の種を取ってきたらいいみたいな噂をね、聞いたんで、もうアモスのために早速行きますよ。多分こっちかな？違うね。新しい敵ばっかりかと思ったらそうでもない。踊る宝石はあったことあるし、腐った死体もあったことあるけど、オークマンが初めてかな？うん。どうしよっかな。防御で。オークマンってでもさ、あの人と見た目一緒じゃない？これ、イカズチの杖単体攻撃なんやな。グループ攻撃かな、もしかしたら。ピック違う、ビッグ。あー、効かへんのんや、イカズチの杖。そうか。ちょっと待って。あれ？あれ、ハッサンどうした？身震いしてるから？テクロの、じゃあ、炎の爪で、まあ、攻撃していくか。で、ゲントで回復しつつ、じゃあ、イカズチの杖は腐った死体に使いましょう。あー、やめて。ほい、オッケー。やっぱ、踊る宝石系って、身震いしてるね。あー、しかも、毒になった。よし、ハッサン攻撃できる。踊る宝石は、確かそういう魔法、機関魔法があるっていう、そういう感じやったかな。チャモロ攻撃でいっか。キアリーって誰か覚えてなかった？チャモロ覚えてるんじゃん、そういえば。じゃあ、ま、することも特にないし、キアリーで、行きましょう。僧侶やもんね、チャモロ一応。お、めっちゃ効く。めっちゃええな、この、炎の爪。アトムをとりあえず普通に攻撃でいかない一体だけやし。痛い。これがいかんせん強すぎる。はい、じゃあ、こっからやね。探していきましょう、北の山。え、なになになに？看板があるけど。気になる。はい、バーバラちゃんのレベルが上がりました。うん。ま、特に変わり映えなく。で、そこの、そう、看板が、あ、なんか若干島があるんやな、なんか点みたいな。はん。なるほど、絶対忘れそう。山どこなんやろ。え、左から行ってみるか、とりあえず。え、ボトルかな？まあ、いいでしょ、とりあえずどんどん行ってみよう。はい、よくよく考えると、テクロがね、ブーメラン持ってるから、ちょっと炎の爪を持たせる人を悩むなぁ。まあ、いっか。ちょっと考えよう。え、なんもなさそう。なんもない。右が正解っぽかったね。あー、チャモロが黄色い。服を見るからに黄色い。ベホイミで回復しましょう。はい、じゃあ、こっちかな。あ、なんか、段差みたいなの見えるよね。見えるよね。なんか、第一じゃないか。あー、絶対なんかある。ないわけがない。なんかあるんやろうけどさ。なんもないよね、てっぺん。まあ、こっから入るんやろうけど。あ、そういう感じ？雰囲気そういう感じ？しかもなんか雪国みたいじゃない？敵は？あー、なんかランプとランプの魔人やん。そういう組み合わせでしょ？そういうことでしょ？エビルポットと雲の巨人。ここ何、雪国じゃなくて雲の上っていう、そういう感じ？なんかな。なんか道具使うんってさ、若干めんどくさくない？怠けずに使えよっていう感じないけどさ。あ、意外とエビルポット弱いね。もうガンガン叩きたくなるよね。
撃を避けるとは。やるな、お主やるな。で、私今ずっと右に歩いているわけなんやけど、これ、画面の端まで行ったら多分、出るよね？出るよね？ほい。じゃあもうこれ上、探索して、あ、人だ、人だ。誰？あ、おじいちゃんか、あの、家におったおばあちゃんの。この山の上には理性の種があると聞いてきたのですがね。山に住む怪物どもの強いことと言ったら。強いんややな。でもあのおじいちゃんじゃなさそうやな。おう、霧が立ち込めてる。そして早速分岐。そして新しいモンスター。ラリホーン。あれ、ラリホーンって見たことある気がする。まあちょっとね、このイカズチの杖が本当にグループ攻撃的な、無知的な。やつなのかをちょっと確認する意味も込めてやってみよう。寝るなよ、寝るなよ。あーバカバーバラちゃんに起きてほしいんですけど、ティクローにも起きてほしいんですけど、でこれで確認する間もなく、おそらく一体しか残らんみたい。めっちゃ寝てるやん。バカ。え、こいつやばくない？こいつなんか結構、やばみちゃんじゃない？そんななんかさ、グループ攻撃が試すチャンスだとか言ってる場合じゃないな。あ、バーバラちゃん起きてた。オッケー、間に合った、ギリギリセーフ。とりあえず一体は仕留めときたい。オッケー。 MP 切れとか起こさんかな。起こしたっぽいな、多分。オッケー、じゃああとはここでグループ攻撃化を確認するチャンス。あ、グループ攻撃ね。オッケーオッケーオッケー、いいじゃん、強いやん。よし、あとはまあまあなんなりと戦えるでしょ。あ、ラリホーになっ、ん？ラリホーとラリホーマ。ラリホーマが、あの、よく寝るやつやんね。両グループ攻撃、グループっていうか全体攻撃なのは全体攻撃をね、テクローにしておきましょう。で、バーバラちゃんはイカズチの杖。痛い。オッケー、ナイス。テクロー来てくれへんかな。テクローの爪使いたいんやけどな、炎の爪。ちょっと、チャンマとかさ、バッグから盗み出してそれ使ってくれへんかな。寝てるんだったら僕が使いますって言ってシャッって。取ってくれたらいいのに。はい、オッケー。レベルも上がらない。ミレイユさんで回復していきましょう。とりあえず上が正規ルートっぽいから下から。あー、でもなんか上に登る階段あるな。わからん。でもまあ、あー、なんか進んでるっぽいな。まあ覚えておきましょう。右は？まあ右も左もある。ハサンレベル上がりました。久々じゃない？わ、ヒッピーめっちゃ上がる。力もめっちゃ上がってる。きたー、仁王立ち。いいやん、仁王立ち。使ってこうかな、仁王立ち。仁王立ちするとね、ハッサンが全部攻撃を受け止めてくれるっていう、まあ、なんとも男らしい技。あ、箸がある。もうルート分かれへん。どんどん進もう。わ、なんやん、これ。なんか正義のヒーローか敵かよう分かれへんようなやつが出てきた。カメレオンマン。ハッサン仁王立ちしてみる？ちょっと一回。今はいっか。なんか3体の攻撃を一気に受けるんはちょっとかわいそすぎるから。じゃあ、ここはやっぱイカズチの杖でね。イカズチの杖が、なんかワンチャン、いっちゃん強いんじゃないかな、この3人のグループ攻撃あったらさ。やだ、ヤブサギリー。やだやだやだ、痛い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 。そういう人であったか。いや、これはなんか、あれやな、テクローも、テクロー、あの、爪使って、オッケー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 。とっとと一体仕留めようと思ったら一体仕留めれました。じゃあチャモロにちょっと一回ティクロを回復してもらって防御しよう。あ、オッケー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 。痛い。
オッケー、ヒッピーは少ないということが分かりました。よいしょ、ホイミと。オッケー。さあ、あ、なんか階段がある。いや、降りたり上がったり、えらい人工的な洞窟やねん。これ右なんかある？続き。あ、ない、よかったーよかったー。分岐つらたんよね。あー。階段があるな、ちょっと周りから攻めていこうわ。なんもなさそう。敵が強いなー。毎回言ってるき、あ、間違えたー間違えた。ミレイユさん、それはひどいと思うで。ミレイユさんが、私は元気だけど、私を回復するわっていう、そういう感じやと思う。まあ、そんなね、ことはさておき、どんどん進んでいきましょう。うん、多分進めてるとは思うよね。いや、見て！なんか、景色がいいわね。なんかマイナスイオンすごい出てそう。マイナスイオンって結局効果あるんかな？あ、バーバラちゃんレベル上がりました。ナイス。いいんじゃない？あ、バーバラちゃんもリレミト覚えた。なんか最近マイナスイオンなんかあんま効かんくなったけど、どうなんやろうね。もうなんかドライヤーとかマイナスイオンが出るの当たり前みたいになってるから。だからあんま珍しくもなくなってきてるんかな。ほんまに出てるんかな？はい、テクローもレベルが上がりました。いいやん。いいやん。深く思い出す。全然なんか覚えるとか使う。あ、宝箱。これに入ってるんじゃない？理性の種。違うかな？あ、新しい人、ドッグスナイパー。え、犬のスナイパーなんか、犬をスナイパー、スナイプするんか、どっちなんやろ。こいつが犬なのか、犬をスナイプするなんかなんか、どっちなんやろ。普通の攻撃やな、えらい。別にいいんですけど、それで。やめて、ラリホー嫌なんです。あー、発散寝ちゃったー。オッケーオッケーオッケー。これで一体、落ちるはず。いや、いいよね。炎の爪がなんせ強い。じゃ、ハッサンと、バーバラちゃんでこの左のね、バッファローをやってもらうことにしましょう。こっちは、ドッグスナイパーで、で、ゲントでハッサン回復させといて、ラリホーンを攻撃と、これで寝なければいい。オッケーオッケーオッケー。待て、バーバラちゃんがやばいよ。これ終わったら回復しましょう。あー！落ちひんかった。意外。よし、これで、オッケー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 、ナイス。ちょ、待って、ネタンちゃんもちょっと。チャモロ頑張れ。チャモロ頑張れ。チャモロ頑張れ。チャモロ、誰か頑張れ。誰か頑張れ。誰か。オッケー。むちゃくちゃやな、もう。で、これで外出るんでしょ？普通に進んではいってるね。最初の分岐が気になったな。あ、めっちゃ進んでる。あの宝箱はあれかな、最初の分岐の時に行けるようになるところ。あー、なんか芽が出てる。ニョキって生えてるけど、これボスとかおらへんのかな。ちょっと待って、心配やから。ちゃう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 。やめてよ、こんなところでリレミトするの。誰かやばかった。チャモロか。回復させといて。なんかマンドラゴラみたいになんか叫び声。なんか急に叫んだりせんよな。賢そうなくさ。そっか、賢いんか。いた、いただただ、なんと草が喋った。こら、わしを引きのことはどういうつもりじゃ。お前さんらが探してるのはもしかして理性の種じゃないのか。はい。じゃあったら見てみ。わしは種じゃなくて草じゃぞ。種ならそこの、の地面に落ちとるじゃろう。よく探してみることじゃ。これ、家にしたらどうなるんやろ。そうか、違うか。しかし、わしを引きのことは許さんからな。あ、こういう感じね。この草なんなん？バイバイ。どうじゃ、わしの言った通りじゃろ。わしはいつもここにおる。困ったことがあったら相談に乗ってやってもええぞ。あ、ほんまに？え、優しい。え、これもしかしてさ、あの、モンストロに住んどったおばあちゃんの、なんか、夫とかっていう感じなんかの、じいさんって言うとった。草になってしまったみたいな。
え、そういう話なんかな、分からんけど、とりあえずリレミとしてみて、ね、あの最初の方のあの探索できてなかったところね、あれがもう入り口入ってすぐのこの上の分岐なんで、サクサク行こうかなと思います。あれない、ないやん階段、絶対ここやと思ったんやけど、え、ないよね、ないよね、え、この岩どかしたらあるとか、そんなギミックないか。もうちょっと他に分岐もあった気がする、気がするだけかもしれない。あ、ここかここか、はい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 、わかりますよ、任されよ、赤い段絶対これやわ。お、チャモのレベル上がりました、ナイス。バギマいいやん、強そう。ということで、これミミックやったら怒るで。モーニングスター、いいやん、モーニングスター。あれバーバラちゃんでも持ってるよね、そういえば。そっか、今ハッサンがモーニングスターを持ってるわけやけど、誰に持たせれる、チャモロもいける、ミレウさんいけへんか、じゃあチャモロに持たせてチャモロに装備させるか。うんね、新武器じゃなかったのがちょっとなんか若干のがっかり感はあるけど、いやそれでもね、それでも強くなりましたのでチャモロが。よし、じゃあここはもう完全に OK っていうことなんで、モンストロに戻りましょう。で、これをアモスにもう直接渡せばいいんかな、おばあちゃんがなんか煎じてくれたりとかするんかな。この世界線はね、アモスに何も教えてない世界線なんで、ちゃんといるよね、よかった。そう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 、フラグ的にここでアモスに真実を教えて理性の種取ってきてたら、アモスがここでいなくなってるみたいで、なんかどうやらすごい怒られるみたい。うん、あなたたちはとっくにこの街を後にしたと思っていましたが、この私に何か用でも。そうなんです、ハッサンは理性の種をすりつぶしてアモスに飲ました。わあ、これ戦闘なんかミレイユさんかバーバラちゃんにしてあげた方が良かったかな。ちょっとなんかそういう展開、なんか薄い方が分厚くなるよね。うわ苦い、これは何の薬、うわー、なんかあれやね、真夏の夜の陰夢的なね。ボコボコにしてやる、なんてね。戦わないのは知ってます。びっくりしたでしょ、わっはっは。あのさ、戦闘入るエフェクトまで出すんはさ、ずるいと思う。しかし、今わかりましたが、私が怪物に変身していたのは幻覚ではなかったようですね。とすれば、これまで私は町の人たちにどれほどの迷惑をかけていたでしょう。まあ、一応真実はそうか、知るのは知るんか。しかし、さっきの薬のおかげで、たとえ怪物に変身しても、ちゃんと理性を保ってられる。そればかりか、自分で自由に怪物に変身できるようになったみたいですよ。これはね、強いよね。理性の種様様。これでね、アモスも、なんか元気になったし、ほんまよかった。そうだ、この力はきっと皆さんのお役に立つはず。私もこの町にいつまでも世話になっているわけにはいかないし、私を連れて行ってくれませんか。これ家にしたらどうなるのかわからへんけど、仮に仲間にならんかったらめちゃんこ嫌なんで、はいで。いや、これね、唯一仲間になるかならないかっていう、そういうキャラクターな気がします。これね、失踪させちゃうとアモスって仲間にならないんですよね。私アモスのなんかね、なんかわかんないけど、アモスが結構好きで。では私は一足先に街を出て、外で待ってますから、それでは。アモスがめちゃんこ好きなんで、今犬めっちゃ踏んでいったよね。表の場所まで走っていった。ミレイユさんと二人きりやけど大丈夫？
いや、もうす元気になったよ。え、アマス様が仲間に？そうかい、そりゃよかったね。いや、ほんまに、あなたたちの行く先に、温かな神のご加護がありますように。ありがとう。ちょっとおばあちゃんにもね、しっかり話していきましょう。アモスが理性を取り戻しましたよ。くれぐれも気をつけて行くんじゃぞ、達者でな。アモスに関してはちょっと、あの銀融詩人とあと話をして、今パート終わりにしようかな。寝ちゃってる。グーグー。うわー、地震だ、むにゃむにゃ。ということで、まあ、アモスが一番好きなキャラです。はい、じゃあ、次回、どうしよっかな。羽邪魔。あ、そっか、そこ行っちゃったんか。じゃあ、その、無道の城の、あの、島あるじゃないですか。あっこから真上に行った、左結構すっぽり空いてるところあるじゃないですか。そこら辺探索しよっかな。行ってみようかなって思います。とりあえずね、ライフコットに帰りたい。です。はい、ということで、ご視聴していただき、ありがとうございました。お疲れ様でした。